久保さん、億万長者合宿、まだ続いてますね。いつまで続くんだっていうね。まあでもね、僕も心のどっかでね、あのー、参加した人がふっと見に来た時にね、まだやってんだみたいに思わせたいっていうのは一理ありますね。まだやってるよみたいな。俺は、なぜ、あの、途中で辞めちゃったんだろうとかね。そう。まあ今回ね、松下幸之助さんにしましょう。 何,ご何,何事をなすにも時というものがある。いかに望もうと春が来なければ桜は咲かぬ。いかに焦ろうと時期が来なければことは成就せぬ。とまあでもね、この松下さんね、古いんで、まあ、時代はし進化しましてねあのほんあの。野菜とかもそうじゃないですか。本来だったらこの季節に、あの 実りを探すんだけども人間のテクノロジーのおかげで、一年中野菜食えるみたいなね。今度クリスマス時期ですけど、冬ってイチゴが自然になる季節なのかなちょっとわかんないですけど。まあ、とりあえず一年中イチゴ買えるし、一年中茄子も買えるし、一年中ピーマン買えるし。<laughs> でもなんかピーマンとか夏野菜ですよね。だけど夏野菜なんだけど、別に一年中買えるじゃないですか。 何が言いたいのかっていうと、その、時代は進んで、テクノロジーが進んで、まあこういうデバイスツールっていうのは使えるようになったわけですよ。だから、昔できなかった時を待たないと、うーん、待つ必要はないというか、時は満ちているって話ですね。<laughs> もう満ちてると。時は満ちてると。うん。時は満ちてるけど、あなたは満ちていないって話ですね。<laughs> うん。だって、久保さんも昔ね、 こんななんか YouTube 使ってね、発信してなんか億万長者になるなんて、1ミリも持ってなかっただろうし。うん。でもまあ、本当に、なんだ、久保さんも僕もそうですけども、僕 YouTube なかったら今ないですもん。多分久保さんも YouTube なかったら今ないんじゃないですか。うん。あの、1ヶ月で1000万売れるみたいなね、あれも YouTube で3000回ね、あの、この動画はセールスしますみたいな動画が3000回回って。<laughs> あれなかった1000万ぐらい上がんなかったでしょ。うん。もう YouTube ありがとうなんですよね。うん。まあ今 YouTube の商品売ってんすけど。<laughs> YouTube はね、僕はね、可能性しかないと思いますね。うん。そう。だけどまあ多分、億万長者が確かに参加したら億万長者になれるんですかっていう人の、あのー、ご意見を。 あのシフトするんだったらじゃあ YouTube やったらあのお金稼げるんですかっていう質問と一緒で,でそれも横またシフトすると東大に入ったら必ずあの銀行に入れるんですかとかね <laughs> <laughs> 東大に入ったら必ず年収1000万取れる会社に出社入社できるんですかみたいなね <laughs> うん まあ、あのとあ僕は、まあ、あの昔に比べるとねあのかなり満ちてると思うのでその満ちたものを使うか使わないかっていうただそれだけで差が出るんじゃないかなと思いますね。うん、本当にだっていつも思うんですけど、ね、久保さん広島だったんですけどあの原子爆,爆弾を落とされて焼け野原になった時って今みたいなことできないじゃないですかってかそもそもネットがないし。 闇市やるしかないですよね。商売するって言ったら。でも今、闇市しなくてもいいんですよ。あ、そうそう。あの、YouTuber の人でね、ホームレス、ホームレスが成り上がるみたいな YouTuber があって、今、チャンネル登録が20万人いったかな。ホームレス、YouTuber。いろんな企画して、まあ、あの、まあ、撮影して、あ、30万人いった。ホームレスが大富豪になるまでっていうね。もうこれね、いいっすよ、これ。 ホームレスが大富豪になるまでっていう34万人っすね。どうですか昔じゃ無理だったことが今できるんですよ。ホームレスの人が大富豪になるまでっていうその物語を全部映してるんですけど、今30万人、34万人です。多分ね、これね、100万人いくんじゃないかなと僕は思うんですよね。うん。なん。これ企画した人すげえ上手いなと思うんですけどね。まあ、ナムさんっていう方なんですけど、でもそのナムさんをプロデュースした人がいるんですけど、 うん素晴らしい。どうすかどうすかホームレスでもチャンネル登録34万人ですよ。僕と久保さん勝てないですね。直近の動画が5万回、5万回、10万回、12万回、25万回、15万回、10万回、17万回、11万回、23万回、35万回、61万回、14万回、25万回、15万回、18万回、25万回。 まあまあ回してますよね <laughs>。<laughs> ホームレスの人に勝てないですね。勝てねえな。うん、久保さん勝てます回してます ?10 万回。き <laughs> っキット使ったやつはね、40万ぐらい回したやつ、久保さんありますけど。これじ、アベ、アベレージずっと10万回以上、あ、ミリオンもありますね。ミリオンもあるな。ミリオンもありますね。 347万回、289万回、251万回、123万回、122万回、107万回、106万回、100万回。なんかミリオン回してるのが、1、2、3。6つありますね。ホームレスの方。うん。しかもね、これ251万回回してるやつすごいな。感動、67歳ホームレスの。 初めて YouTube の収益,収益の使い道が衝撃だったと。要は、ホームレスの人が YouTube の収益をこれに使いましたっていう、それが250万回です。<laughs> お金使ったよと。ホームレスの人がお金使ったよって250万回す <laughs> まあでもタイトルとカスタムサムネイル上手いですけどね。うん、そう。 ホームレスの人が、347万回回してるやつは、ホームレスの人が、あの、美容院で髪の毛切ったらどうなるのか、ビフォーアフターどう変わったのかっていう、それが347万回ですね。これプロデュースしてる人、うまいっすね。見せ方がうまい、非常に。今日お店出るようにちゃんとやってるんで。うん。どうですかホームレスの方。6万長者になるんじゃないですかいってらっしゃい。